合図の釣り宿は、杉義春が1980年5月にカスタムコミックに発表した25ページからなる短編漫画作品。奥合図の風景作品の冒頭は、旅に出て、旅心をくじかれるとつくづく情けなくなるという文句で、始まる。主人公が友人と共に、奥合図に釣りに出かけた時の話をユーモラスに描いた作品で、杉義春の 旅物の系列に属する作品であるが、これをもって、旅物は終わりを告げる。前作は2ヶ月前に発表した、窓の手で、再び作風が突然変わる。これについて、次は、ゴンドを進むとの対談の中で、僕は、表現者意識なんてものはないんですよ、と述べている。前編に散りばめられたユーモアの卓抜さでは、告げ春の作品でも類を見ない。 ストーリーは、杖吉春の、全くの空想の産物ではあるが、巨岩が、洪水の川を上流に向かってながしていくという、話は、げが釣りの本の中で読んだもので、激流に流された小石の砂利が、岩の下に流れ込むと、岩は、歯車のように回転しながら、上流へ登っていくのだという。げは、合図川口という場所へ旅行した際に、台風で流された大岩を、多数目にし、 岩に直撃されて土台をなくした床屋を実際に目撃した。自分で撮影した直径2から3メートルの岩が床屋の裏側に激突している写真を保有しており、その写真をヒントに描いたが、床屋の娘は空想である。後に床屋の娘のモデルなる女性が実在すると主張する、次ファンの言葉を検証するためゴンドウは現地を訪れたが、対談で、次は、 モデルはいないと断言している。しかし、作品中で持ち込んだ酒を隣室に隠したという、逸話は実際に体験した話が元になっており、場所は作品の舞台である玉梨温泉ではなく南合図の徳佐温泉であった。旅に同行したのは友人の立石慎太郎である。作品の最後に古い旅の日記を見ると、この時の旅は自称は45年5月27日で、 あったとある。玉名市温泉付近と小宅古主人公の青年は、友人と二人で奥合図へ旅をするが、目的の温泉の旅館は、洪水のため休業中だった。仕方なく別の民宿に宿を確保し、近くの渓流で魚釣りに興ずるが、釣果はさっぱりである。そこへやってきた地元の人らしき、中年男に、彼が釣ったという山メを買わされるはめになる。大量大量。 誇らしげに宿へ帰ってみると、なんと山目を売りつけた男はその宿の主人であった。畜生、それならこっちにも手があるという人は、夕食時にバッグからウイスキーを取り出し、飲もうとする。ところがそこへ突然、主人がやってきたので慌てて、ウイスキーを襖ま一つ隔てた隣室に隠す。主人は、布団の準備をして立ち去ったらしいが、主人が去った後確かめると、 ウィスキーが空になっていた。千鳥足で食事の片付けにやってきた主人は、二人に向かい酒は一滴も飲めないのだと告げ、うっぷせてしまう。翌日、二人は気分直しに南合図の徳佐温泉へ赴く。ラストシーンはこの渓流沿いの露天風呂での入浴シーンとなっている。夕食後、二人は若し湯の露天風呂に入るが、 主人の説明によるとその露天風呂は洪水の際に流されてきたものだという。しかもその風呂桶は下流の床屋のもので、洪水の当日にたまたま湯に浸かっていた床屋の娘が裸のままの姿で宿のある場所までたどり着き、主人に助け上げられたというのであった。主人は自然というものは神秘なものですと付け足す。この後二人は気分直しに徳佐温泉へ赴く。 玉梨温泉は、只見川の支流の野尻川に面するが、古い文献からは度重なる大洪水によりたびたびその姿を変え現在に至ったことが伺え、最近でも2015年9月の台風18号の被害により、一部の旅館の露天風呂が、河川の川床が下がったことが原因で使えなくなるなどの水害の歴史がある。これは、古くから野尻川に住む、 カッパのせいと伝えられ、文青年間には、湯行像がこの地を訪問した際に、村人の困窮を知り、カッパ退治のために、大石のいくつかに、盆地で呪文を刻んで立ち去ったという伝説も残る。旅館エビス屋では、この話にちなみ、カッパの湯と命名している。またエビス屋にはかつて、水木しげるが来館し、日暮れのあぜ道を家に帰ってゆくカッパを描いた、大きな水彩画を残している。 かつては玉梨温泉と八丁温泉は別の温泉であったが、1969年の洪水によって源泉が流されるなど、壊滅的な被害を受けた八丁温泉には現在は八丁、温泉共同浴場亀の湯しか残っておらず、二つの温泉地で玉梨八丁温泉を名乗っている。八丁温泉は湯の大半を玉梨温泉からの引頭に頼っている。 栓質は含む二酸化炭素。ナトリウムカルシウムマイナス塩化物。炭酸水素塩泉で厳選の温度は、摂取43.6度。低調性。神経痛、関節痛、関節のこわばり、筋肉痛、五十肩、運動麻痺、打ち身、くじき、慢性消化器病、実質、冷え症、病後回復期、疲労回復などに効能があるとされる。陰染も可能。 2003年、山下敦弘監督により、リアリズムの宿の題で、次への、リアリズムの宿及び、合図の釣り宿を原作として制作された。ありがとうございます。